それでは予防医療学分野の説明をいたします。私は2年生専門職学位課程2回生の佐藤邦弘と申します。よろしくお願いいたします。予防医療学分野では日常現場で持った疑問をもとにそれを解決するエビデンスを作り、作ったエビデンスを現場に返すことを念頭に研究活動を行っております。当分野は臨床研究の計画立案から論文発表までを学生自身が経験することを重視しています。伊上教授をはじめ9名の教員が在籍しており、指導体制が充実していることに加え、上級生による屋根瓦式のフォローもあり、研究を行うにあたっての疑問、問題を相談、解決しやすい環境にあります。当分野の伊上教授が大学院生とともに発表した代表的な論文に、日本の院内心停止レジストリを解析し、ニューイングランドジャーナルオブメディスン誌に掲載された病院外での心停止患者に対する自動体外除細動器 AED の使用に関する論文や、ランセット誌に掲載された同じく病院外での心停止に関して従来型の心肺蘇生法と胸骨圧迫のみの心肺蘇生法の小児への効果を検討した論文などがあり、蘇生領域の研究では世界をリードする実績を誇っています。その他、伊上教授は既存の科学的知見を集約し、現場に落とし込む診療ガイドラインの作成に広く関わっており、当教室の教員とともに診療ガイドラインを作成した実績もあります。また、学生研究の一例として、風邪の悪化防止効果について、葛根湯と市販薬のパブロンとを比較した研究が発表されるなど、先ほども触れましたが、身近な疑問から研究を計画し遂行する、そして最終的には世界に向けて発信することでエビデンスを作り、現場に返すことを理念としています。教員が学内の健康診断や保健診療所という学内の診療所に関わっていることもあり、健康診断のデータ解析や大学健診から自身のライフスタイルや健康状態を超長期にわたって記録、活用するパーソナルヘルスレコードの創造を目指す研究開発を実施しており、国際共同研究、企業との共同研究など、複数のプロジェクトが進行しています。現在、当分野には大学院生が12名在籍しており、内科系、外科系、救急系の医師のほか、理学療法士、薬剤師といった幅広い背景を持つメンバーが在籍しております。研究テーマの一部をお示しします。健康増進をテーマとした研究、各自が専門としている疾病に対する臨床疑問についての研究、蘇生をテーマにした研究など、疾病のあらゆるステージにおいて各自が身近な臨床疑問を解決し、臨床行動の変化に直結する研究をテーマとし、切磋琢磨しながら日々取り組んでおります。卒業生の進路ですが、本学教員や医療機関への就職のほかへ、国内外の研究機関や PMDA に就職される方もいらっしゃいます。臨床での疑問と研究を実施する環境はあるが、研究をどう進めたらいいのかわからない方、心停止レジストリやパーソナルヘルスレコードなどに関心のある方は、ぜひ予防医療学分野をご検討ください。なお、当分野は臨床現場における疑問を大切にしているので、医療関係の資格を持ち、実務経験のある方を募集の要件とさせていただいております。詳しくはホームページをご覧いただくか、当分野までお問い合わせをお願いいたします。以上です。ありがとうございました。